はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時15分になりました。日経平均どうでしょうね。そんな動いてない。298円のマイナス、若干弱含みでしょうかね。ドルウォンはですね、もう若干弱含みで1206になりました。今ねちょっと弱いですね。さて、本題行きましょう。ザクザクでございまして、夕刊富士のニュースサイトですね。2月3日、今日の11時ですか、今から3時間ちょい前に出た記事でございます。北京冬季五輪選手ら1000人使い捨て携帯、怪しいアプリ義務付けられというページがございます。短いんでね、読んでいきましょう。コロナ対策とともに個人情報の保護が課題の北京冬季五輪、大会に参加する欧米7カ国の選手やコーチら約1000人が情報などの抜き取りを警戒し、使い捨てのスマートフォンを使う見込みだと A メディアが報じた。米国、英国、カナダ、スイス、スウェーデン、ドイツ、オランダの各国、これね、このどこの国もですね、まあ、米、英、カナダはこう、英語が母国語ですけども、スイス、スウェーデン、ドイツ、オランダの、これらの国って普通に英語が通じるんですよ。この中で一番通じないのはドイツですけどね。まあ、オランダなんか 100% 通じますからね。まあ、英語圏、準英語圏ですね。スイス、スウェーデン、ドイツ、オランダっていうの。で、こう決まってるわけですね。あとフィンランドも準英語圏ですよ。オーストラリアとかニュージーランドが入ってないですね。の各国関係者は、中国の通信回線を通じた個人情報抜き取りや行動監視を警戒し、自国選手に使用スマホを持ち込まないよう呼びかけている。米連邦捜査局各 FBI も使い捨て端末を使うよう促す事態となっている。これだけのね、行動をするわけですから、かなりのですね、確証があるわけですね。エビデンスがあるわけですね。大会では各国代表団や報道関係者などが入国前に公式アプリ MY ですか、2022をスマホにインストールし、健康状態を申告することが義務付けられているが、米国などの情報セキュリティ専門家らはアプリが不正アクセスを招く可能性があると警告。中国側は反発している。習近平国家主席は1月に国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長と会談した際、五輪に約90カ国地域から3000人が来ると誇示したが、多くの関係者の疑念が払拭できないままの開幕となるということで、この記事は終わっています。これね、言うてみりゃね、中国当局がですね、アプリから個人情報やいろんな情報盗むやろということをあからさまに警戒されてるわけですよね。あからさまに警戒されてるわけですね。ずるいことやるやろということを、これ中国側にとってはね、かなりの屈辱だと思いますよ。そんなことを警戒されて、なんていうんですか、使い捨てのスマホまで持ってこられると、お前ら盗むんやろということをですね、あからさまにこう疑われてるわけです。多分その疑いは当たってるんでしょうけど、ね、当たってるだけにですね、そうされるということがですね、中国側にとってはものすごい屈辱、メンツ丸つぶれという事態でしょうね。ですんで、かなりこう習近平さんはカリカリカリとしてるはずやと思いますね。で、日本選手団はどうかと言いますと、多分持って行ってないですね。自分らの個人スマホ持って行ってるんでしょうね。
で、まあ、そこからね、何を抜かれるかって別に、情報抜かれるんでしょうけども、それが、個人、後々個人に対するいろんなことですね、悪さを仕掛けられる可能性はありますけど、どうでしょうね、そんな大きなことになるんでしょうかね。もしそれがバレた場合、中国という国の体面はさらに傷つくわけであって。まあそこはですね、まあ、情報を抜くにしてもですね、抜いた後は慎重にやるんではないかいなという気はしますけどね。ただ、アメリカやイギリスやカナダがそれをこうあからさまにやってるというのは、ある意味、俺らはお前らのこと信用してへんでということを内外にアピールする一手段でもあるんでしょうね。この件についてですね、まだ中国側の報道官が何か言うたというふうな記事が私の目には止まってませんのでですね、何とも言えませんけども、まあかなり嫌でしょうね。かなり嫌でしょう。注目はね、明日の開会式ですよ。明日何時からあるのか知りませんけど、開会式が正常に行われるかどうかというところがですね、まず一番の注目点なんですよ、私にとってはね。90カ国から3000人が来るというふうに言うてますけども、まあ90カ国で入場行進しますよね。入場行進で西側の選手団ですね、特にアメリカの選手団が習近平にこうやって手を振るでしょうかね。ひな壇にいるわけですよ、習近平とかプーチンとか、カザフスタンの大統領とかね、IOC のぼったくりバッハ会長とかね、WHO のですね、パンダハガーのなんとかっていうナイジェリア人とかいるわけですよ。あいつらがいるところに向かって、こうやって手振るか、いや、それがね、一番の見ものちゃうんかな。あれ、そこでこっちを見て、ブーってやるとかね、それはね、ありますよ。で、それってね、世界同時中継されてるんですよ。生中継されてるんですね。で、生中継してるのを、もしアメリカの選手団がそういうパフォーマンスをしたところをですね、真っ黒にするのかなということですね。要は、中継させないようにするのか。だから中継してしまっても、真っ黒にしても、どっちにしろ中国にとっては痛手でしょう。まずされてるということ自体が、もうすぐメンツを潰すことですね。その次に、それを真っ黒にしてしまうということが、なんていうか、表現の自由がないということを、全世界に同時発信しているということになりますね。どっちにしろですね、習近平にとってはですね、よろしくないわけです。で、IOC の基準でいくと、オリンピックに基本的に政治を持ち込んではいけないと。言いますけども、その例えば、ひな壇にいる習近平やプーチンにブーイングを浴びせるということが政治なのかどうなのかというのは判断が難しいですけど、まあまあ、まあ政治だと見なすことは可能でしょうね。だからアメリカ選手団は厳重注意を受けるかも分かりませんね、もしそれをやれば。カナダの選手団も注目ですよ。カナダはですね、ファーウェイの CFO ですか、を拘束された時に、向こうの何の悪いこともしないカナダ人を2年間、中国が拘束しました。ファーウェイの CFO を釈放すると同時に釈放しました。これ明らかに人質ですね。そういうことをされた、あれですね、カナダ、どうするか。あるいはオーストラリアですね、いっぱい意地悪されました。お前らで牛肉食うたらへん、ワイン食うたらへんって。挙句の果ては石炭食うたらへんとかでやってました。でそれがですね、石炭が足りないから、あれですね、発電ができなくて停電になったとかいう騒ぎになって、どちら系でしたけども、まあそういったですね、こうイシューがあるオーストラリア選手団はどうするのかということですね。ただ習近平の方だけヒュッと向かないっていうだけでもですね、ちょっとしたパフォーマンスですね。日本選手団が何かするってのは考えられないんで、個人でね、何かされる方はいるかも分かりませんけども、まあまあ、日本選手団は平穏に入場するんだと思いますよ。で、一番最後に中国選手団が入場するんですけど、まあ、それが使命なんでね、それはもう華やかに行くでしょうけども、まあ、そのあたりがですね、明日の見ものなんですけど、もうこのね、北京五輪、明日開幕式、開会式ですけども、この携帯のスマホの持ち込みからしてですね、これだけですね、西側から警戒をされているということはですね、もうそれだけでもですね、習近平さんのメンツは丸つぶれなんで、でしかもこの刑務所五輪という言われそうな雰囲気の、物々しい対オミクロン。
タイオミクロン、オミクロンなんか、対西側記者なんか知りませんけど、の警戒ぶりからしてですね、こう西側に対していい報道がされるとはちっとも思えないですね。で結果、まあ終わるでしょうけども、終わってみてどういうふうな評価を受けるのか。東京五輪にしたところでですね、まあなんとか何もなく終わったんでね、一応成功ということですけども、まあまあ皆さん反応は冷たいですね。それ以上の冷たさになるんではないんかいなという気がします。このザクザクのページ貼っておきますので、今全部読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。